どうも、ライドウです。今日紹介するのはこちら、氷結シークワーサー。こちらキリンさんから発売されています。それではこちらをレビューしていきたいと思います。氷結といえばのブルーとシルバーの下地にシークワーサーの果実がドーンと描かれていて、これはもう随縁もののデザインですね。それでは開けていきましょう。シークワーサーの果実感のある香りが広がって非常に期待が持てます。それでは皆さん、お疲れ様でした。乾杯。果実感がはっきりしてて美味しい。一口目にまずガンと果実感が口の中に広がって、もうシークワーサーを皮ごと丸かじりしたんじゃないかっていうぐらいの果実感。その果実感もいい意味で後を引かず、すっきりとしたキレのある後味がしますね。甘みは抑えめで、酸味が程よく前面に出ていますね。その酸味がシークワーサーの果実感とバッチリ合ってて、すっきりさっぱり爽やかっていう感じです。この氷結シークワーサーを飲むのにおすすめしたいのは、果実感、酸味、キレ、この3点に特化しているので、いずれか一つでもお酒に求めたいなという方にはおすすめです。他にも非常に爽やかなお味、風味なので、お風呂上がりとか運動の後とかさっぱりしたいなという時におすすめです。氷結とシークワーサー、非常に相性のいいナイスコンビなお酒でした。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。皆さんの飲んでみた感想なんかも教えてくださいね。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ライドウでした。